とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はダウンロードコンテンツで新しく出てきました防具、使っていきます。これ、発光するイカの防具。いいね。イカの防具だよ。これのスキルだけども、回避中に一瞬だけ無敵になる。そして、ローリングの時に、イカ墨を放つ。そして、移動速度を 15% 上昇させるオーラ。これですね。このイカ墨が、結構いい。イカ墨。これ、このイカ墨を食らっちゃうと、命中率が下がるのよね。体感した感じでは、4発に1回ぐらい、敵の攻撃がミスになる。それぐらいの感じかな。なかなか面白い装備ではあると思うよ。では、エンチャントどうしようか。ここはマルチロール。激光？いや、激光は、あんまり使えないんだけどな。いや、マルチロールだな。間違いなく。で、ここは、防護入れて防御力上げましょう。で、ライフブーストで HP を死んだら追加させるようにしていきます。まあ、攻撃的なスキルはついてないけども、なんとかなるでしょう。行ってみましょう。では、行く場所は季節クエストの湿っぽい洞窟。ここに行きましょう。おう！なるほど、なるほど。ここは、そうか。めちゃくちゃいいじゃん。所持品は苦痛の矢のみだから、もうダイナモの無敵の矢をバシバシ撃っていけるところじゃん。こんなん負けるはずがねえ。でも俺がね、試したいのは、イカ墨よ。イカ墨の能力。これをね、試したい。なんか、手頃なやついないのかい？クリーパー来なくていいんだけどな。クリーパーいらないんだけどね。クリーパー爆発しても、あれだよね。爆発の時は関係ないよね。爆発だと。このイカ墨は。はい。あ、違う違う。なった？なった？聞いた？ん？あ、聞いてる聞いてる。あ、じゃあちょっと待って。あんまりやっぱ聞かないや。このね、罰って出るじゃん。ダメージのところに。その罰の時が攻撃をミスしてるよっていうサインなんだけどね。ああ、いや、きついわ。きついわ。もともと、なんだ、防御力に恵まれてるやつじゃないんで、ダメだね。まあ、ローリングの時にね、無敵にはなるのよ。無敵にはなるから、それをうまく使っていけってことかな。いや、それにしてもちょっと難しいぞ。まあ、マルチロールは大正解だ。マルチロールは、これはね、良かった。いやー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。イカスミ食らっても、ダメだね。イカスミを食らっても爆発はをもろに食らうから、話になんないわ。もうダメ、ダメダメ。今回の、新しいユニーク装備の防具はね、ちょっと外れ感が強いな。そんなにいいやつは、ないよね。やっぱこの攻撃当たらないのも確率だから、もうちょっと強めの確率じゃないと使い物にならないかな。ちょっとやばいな。まあまあ、ここでもちょっとやってみよう。おい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 、クリーパーは無理。クリーパーは無理だ。本当に。ダメダメ、クリーパーなんて絶対無理だ。まあまあ、
クリアを目指しましょうか。イカスミか。なんかね、ちょっとね、面白い感じでは、あると思うのよ。このイカスミ。うん。今までにない感じで、面白いんだけども、一瞬だけ無敵のスキルも微妙だし、ねえ、これ、そこまで、でも、いや、回避中無敵になるにしても、回避がガンガン打てるわけじゃないんで、ちょっと厳しいか？か、もしくは、羽は違うでしょ。あれは回避に入らないよね。アクロバットをつけたとしても、そこまで回避をガシガシやっていけるわけじゃないんでね。やっぱ、1.5 秒、クールダウンがあるから、ちょっと厳しいな。ああ、ここか。抜けようか。抜けれるか。と、ああ！おっしゃー抜けた。あ、そうか、マルチロールついてたんだ。マルチロールついてるから、全然抜けれるんだよね。いやー、よろしくなかったな。このイカ装備。イカ装備よろしくなかった。何が出る？まあまあいいんじゃないですか。これどうだろう、スキル次第では使えるのかな？エンチャント次第で。ローリング、まあ回避で無敵になって、ローリングでイカスミを放つだから、でも一番マッチするのってマルチロールだよね。移動速度 15% 上げるっていうのはなかなか好きなやつなんだけど、やっぱなんかちょっと中途半端な感じがする。はい。それではね、今日はこれ。発光するイカの防具、使ってみました。まあ、スキルが、回避特化なのかな？回避特化だよね。この特化するのであれば、もうちょっと特化してくれないと、ちょっと高レベルでは使いにくいかな。せめてイカスミをね、食らった敵は、命中率が半分になるとか、2回に1回はミスするようになるとか、そういう風にしないと、ちょっと、今の状態では使いにくいな。全然4回に1回ぐらいしか攻撃外れないから、もろに食らっちゃってすぐにやられちゃいます。ちょっとこれは微妙でした。はい。ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。